はい、皆さんいつもお世話になってます。池間哲郎でございます。年齢66歳。まだまだ頑張ってますよ。じゃあ、最近は本当に世界激動してますね。特に米中関係、必ず日本ももう完璧に巻き込まれていきますので、覚悟してまいりましょう。今日はどんな話をするかというと、台湾の李登輝さんのお話です。心から尊敬する先輩でした。とうとう亡くなりましたね。 本当にショックだけども、ま、ご高齢でもあったもんですから、ずっと覚悟はしてたけど、やっぱりいざ他界されたと聞いたら、もう悲しくてたまりません。去った7月30日、台北市内で他界されたんですけども、いや私ですね、数年前に一度面識があるんです。李登輝さんがパーっと現れたんです。その時のあの雰囲気、体もでっかいんですよ、李登輝さん。 でオーラというかね、それが全然違いましたね、もうにこやかな表情でふーっと出てきたんですけども、もう圧倒されてしまって、最初、言葉出なかったですね、私の中で、李登輝さんの人生をある程度勉強してましたから、大変な方だというこの畏敬の念があったから、逆に緊張したのかもしれません。今の台湾の民主主義の世界は、李登輝さんのお力です、断言していいと私は思います。 とにかく隣の赤い大国からもう恐ろしいぐらいの圧力をかけられてきてるんですそれでも李登輝さんは命がけで静かに戦い続けただから今の台湾の民主主義があると私は思いますそして李登輝さん日本人であったことに対して誇りを持ってるんです日本統治時代の1923年に台湾で生まれたんです日本にも留学されております もう言葉が台湾語、母国語同然に日本語を流暢にこなす方なんです。聞いたこともないような丁寧な日本語を使いましたよ。李登輝さんの講演なんかを聞いてると、もう時折ですけども、日本に対して厳しい言葉をバチンと言ってた日本人としての誇りも持ってたもんですから、日本はこのままじゃいかんよって、ちゃんと自立してアメリカと対等な立場、 そんな外交ができるように少しでも努力すべきだ。そんなことをおっしゃってたの。憲法も改正すべきだ。とかね。だから日本のことをすごく愛してくれてるんだというのがよく伝わってきたんです。あくまで私個人の意見ですけども、李登輝さんは、あの赤い大国から徹底した圧力を加えられてるんです。国内でのバトルもなかった。大陸との戦争もなかった。とにかく静かに耐えるなんです。 じーっと耐えるようにして歩んできたんで、地の一滴も流さず、一人の命さえも失うことなく戦い続けたんで、そして民主主義を勝ち取っていったわけです。中華民国元総統、李登輝さんはそれほど偉大な方です。大きな大きな星が輝いている。アジアで一番の政治家だと私は思っておりました。7月30日に亡くなられた。 その不法を聞いて、愕然としたんです。そしてその後に何を思ったか、さあ、日本政府はどうするんだろうと思ったんです。離登期総統の葬儀に一体どういう対応をするんだ、どうせまた我が国のことだから、参加しないなんて言うのかもしらんなと思っていました。隣の赤い大国に気遣いをするんです。機嫌を損ねてはいけない。だかからら日本から葬儀に参加する 政治家はいないなであろうと考えていたんです大義士たちも外務省も赤城大国に気遣いをして、台湾なんか友達でもなんでもないという態度を取るんじゃないか、まあ、なんとも情けない国家になってしまったもんだ、そんなことを考えたんです。案の定、大の友人、李登輝元総統の葬儀に対して、政府特使は送らないと決めたんです。 安倍総理、本当に胸を痛めてましたよ。だって泣きそうになってたもん。心から哀悼の意を表しますとおっしゃってくれた。でもやっぱり国家としては、国交も何もないとこです。ですから、日本政府の有力者は送らないと決めたんです。日本国民にとっても、李登輝元総統は特別な方なんで、最も信頼する外国人、 最も尊敬する外国人なのかもしれません多くの日本人は李登輝さんを心から尊敬し親しみの念を持っていたそして感謝の思いもいっぱいあったんですそれと反発がうわーっと出るのは当然のことです日本政府対応に困りましたチャイナに気遣いをしないといけないんですなぜか知らんけど7月31日 日本政府は菅官房長官が明言したんです。葬儀への政府関係者の派遣の予定はない。そうおっしちゃったんです。やはりなと思いました。もう落胆したんです。そして私の中で怒りがうわーっと湧き出してきたこんなことってありますか亡くなられたんです。大事な大事な友人、李登輝元総統が。 いやーチャイナへの気遣いもいい加減にしたらどうだ、独立国家の定義は全くなしてないと自分は思ったんです、政府のあまりの情けない対応に多くの日本国民が激怒したと思われます、このままじゃいかんと思ったと思う、だから苦情がいっぱい出たみたいですね、そして7月31日の午前中に菅官房長官は日本政府の関係者出さないと言ったんですけども、夜の8時半ごろですよ。 そうはいかんだろうとやっぱり思っていろんな動きをやったと思います。どうしたらいいんだって日本政府外務省も考えたと思う。そして夜の8時半のことで森元総理参列するということになったんです。離島輝さんの葬儀で行きます。おそらく自分で手を挙げたんじゃないですかね。今もう大義士でも何でもないんですけども力は歴然として残ってますから。だから自分が行く。そうおっしゃってくれたと思う。 李登輝さんと仲が良かったようですね。森吉郎、元首相、心から感謝したんです。良かったと思ったの。さすが森さんだとも思ったんです。実は森元総理はこんなことがあったんです。2001年のこと、森首相在任中のことです。チャイナの反発を懸念して、外務省が もう李登輝さんが日本に来ること、ビザ出せなかったんです。チャイナに気遣いをして。日本に来たい、来たい、来たいと、李登輝さんはおっしゃってたわけです。だけど、ビザ出さないんだって。それを森さんが何を言ってるんだと言って、日本滞在のビザを森さんが出せと言って出したんです。そんなことがあったんです。 森元総理は、総理在任中のことですけども、日本は神の国だという発言をしたんです。これ別に私違和感なかったんでだ,だって神社にもよく行くし、神様にも手を合わすし、お天道様がいつも自分を見てるんだ、そんな教えをずっと受けてきたから、悪いことしていけないよ。誰が見てなくても、お天道様が見てる神道の教えですよね。だから神の国別にいいんじゃないと思ったけども、 マスコミが許さなかったですね、これが軍国主義に通じていくんだ、日本を戦争に導いていくんだ、もう大騒ぎ、森さんはその神の国事件以来、マスコミが叩いて叩いて、そして日本人も、森さんが嫌いだという人が多くなったんで、なぜ嫌いか、神の国ってそんなに悪い表現なのか、私は分からないけどね、自分はそうじゃなかった。 いや、全然気にならなかったですね。そんな森さんがビザを出しなさいって言ったの。李登輝さんが日本に来たいと言ってるんだから。これってすごい決断だと思いません周りみんな気遣いしてるの。ちゃいな怖い、ちゃいな怖いって。私は森さんに心から感謝しております。日本政府の関係者誰も出さない、葬儀に参列させない、そんな馬鹿げたことないです。日本のことここまで愛してくれた人です。 そして世界中に日本の素晴らしさ、日本人の凄さを伝えてくれた人なんです。そんな人が亡くなって手を合わすのは当たり前のことであって、チャイナに気を使って関係者一切出しませんなって、こんなこと、日本国民も許さないと思います。実に情けない状態にあった時に、森吉郎さんが手を挙げてくれた、私が行けますって、 それでも日本政府は国交がないということで政府の特使は出しません。肩書きも出しません。森さんはあくまで民間交流の枠組みで調整してるんです。もう一ついいことがありました。青山茂春さん、その方がトップを務めてる日本の尊厳と国益を守る会っていうのが自民党の保守議員が集まってできた会なんですけど、そこがですね、 李登輝さんに最高勲章を与えるべきだって動いてるんです。いや、これも嬉しかったです。素直に言って日本政府も苦労されたと思います。二つの大きな問題点のぶつかり合いですから。まず一番目、中国はこんな葬儀なんかに参加するのは無視しろと圧力を加えてるの違いなんです。中国を怒らすと怖いぞって思ってるわけです。中国に合わそうというのが大多数の意見だったと思います。そして二番目、 日本の一般大衆ですよ。日本国民は李登輝さん大好きです。李登輝さんがいかに日本を愛してくれて、日本のために動いてくれたかもよくわかってる。そんなことすると、中国の言うことだけ聞いてると日本国民が怒り出す。わかりきってますよね。だからこの二つ、チャイナが怖い。いや、李登輝さんが大事だという日本国民の思い、尊敬の念、感謝の思い。 その戦い、ぶつかり合いがあったわけです、だから困ったと思いますよ、どうしたらいいかと、国交がないため、政府特使、そういう肩書きは使いませんって、あくまで民間が葬儀に参列します、森さんのこと、それに落ち着いたわけです、裏技なんです、情けない裏技とも思いますけども、これしか方法がなかったんでしょうね。 私の本音としてはですね、参列してもしなくても、チャイナは間違いなく文句言うんですよ、だったら腹くくって、ドーンと出てほしかったですね、李登輝元総統は、世界的に見ても、政治家としての評価はものすごく高い人物だったんで、その方が自分が元日本人であったことに対して誇りを持ってる、そうおっしゃってたの、私は李登輝総統に対する尊敬の念は深いです。 そして感謝の思いいいもこんなにいっぱいありますだから寂しかったの亡くなったと聞いた時は覚悟はしてましたよ90歳半ばだもんだってでも本当に亡くなった時はやはり悲しかったですね改めて心から哀悼の意を表します今日は以上で終わります チャンネル登録もよろしくお願いいたします。